もしあなたが人からバカにされることがあるならぜひこの動画を見てくださいね実は私もよく人にバカにされていましたこの状況を鏡の法則を使って説明していきたいと思います 過去の私は自分自身を馬鹿にしていました。自分自身を否定していました。自分自身を見下していたのです。私なんて、私なんて、たわしなんで。そんな風にね。そうすると、私なんてという思いがある人は鏡の法則で、 あなたなんてと言われる状況が増えてくるのです。だからこそ鏡の法則を使ってこれを変えていきましょう。そのやり方はとってもシンプルなんです。だからぜひ聞いてくださいね。それはただ あなたが今までやってきたことを素直に認めてあげるだけそれだけで勝手にこんなことが起きてきますあなたよくやってるわねそんなふうに人から認められる場面が増えてくるのですあなたがあなた自身を認めると周りも 手に認めてくれる、これが鏡の法則。使わない手はないですよね。けれど、くれぐれも認めてもらおうと頑張らないでください。そのやり方は、認めてもらえないから頑張らなければならない。そんな風になってしまって、鏡の法則で頑張っても頑張っても、 認められないそういうことが起きてしまうからですただあなたがや今までやってきたことを素直に認めるだけそれだけで十分ですできなかったことはもちろん脇に置いてくださいねそしてあなたができたことやってきたことを素直に認めてあげるだけ それだけであなたの波動は上がり、心地よい現実世界を見せてくれます。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。これからもたくさんの鏡の法則や感情についてお話ししていきますので、ぜひチャンネル登録してくださいね。感情のためのヒーリングスクールがお送りしました。それではまた。 お会いしましょう。